脇本は4番手のイン、残り2周、赤番ケージが見えて、5番の窓場、1番山田、さらには4番の大森です。脇本と清水が4番手並走。さあ清水は脇本を内に封じ込んで、そして地元の窓場を叩いて出ます。まもなく加入を迎えるバックストレッチ、先行体制3番の清水博人に代わった窓場は4番手、2番の松田に切り替えて、これで脇本優太は8番手、脇本は8番手になっている。おっと2番の松田はさらに前へ前へと行きますが、最終ホームを通過します。3番清水の先行、6番の松岡、3番手に8番の大月、4番手にスイッチした2番の松田で、5番の窓場は5番手、8番手から9番脇本、脇本と窓場共にまくっていく。さあ近畿の機動型、前は3番の清水、牽制をする6番の松岡、インに盛り込んだ8番の大月、4コーナーから直線回って落車もあったが、まくり切って5番の窓場、近寄りか窓場か脇本か、並んでる終わり。窓場と脇本古生と軍事は一度狙い濃厚。さあ残りは1周半、勝負の鐘、2番古生の切って山崎が出ていく。あとは3番軍事も集団狙いか、1番増杉一旦8番で退きます。山崎が出て軍事が発進だ。2番の古生は荒井をどかしながら九州3番で割り込んで、増杉と恩田、関東2人は8、9番手です。踏み込んで3番の軍事が主導権、宇治目から盛り返す山崎は深谷と並んだ。8番気がする現状としては4番手あたり、古生5番手、南が6番手、7番荒井は7番手、1番増杉遠い8番手から2コーナーでまくりを打ちます。先頭3番の軍事、8番の北鶴がまくって出た。そこに2番の古生が切り替える。あとは1番の増杉、古生の後ろを取り切った。これで増杉勝負権ができている。深谷と増杉が3、4番で並んだ。北鶴先頭、古生と増杉を追い詰める。4コーナーから直線、古生が伸びる。増杉拓海奪えた、強類逆転勝利、増杉拓海。内で構える4番青沼正弘、後方を牽制している。さて2番の深谷智弘、現在3番手、1番松浦と並走となっています。2コーナーのカーブにかかりました。依然として神奈川コンビが前段、1番松浦が現在3番手、そして2番深谷は現在後方8番手となりました。6番の村田幸は現在中段5番手、その5番手から6番村田幸が踏み込んできた。第2センターから4コーナーのカーブ、さあ先行しているのは、ここは神奈川コンビか、ホームから6番村田幸へ一気にかました。さあ最終先行は6番村田幸へ、そして車間が開いている。現在2番手が4番青野正弘、3番手が9番小原大輝、1番松浦現在4番手あたり、2番深谷が後方7番手からバクってくるが、先頭は依然として6番の村田幸、後続を離している。1番の松浦が2番手まで迫る、さらに2番深谷も迫ってきた。直線コース6番村田が押し切ったが、1番突っ込んだ。一応な新山に並びかけて赤番のホームに入っていきます。さあ合わせて踏み上げて6番車の高橋真也、おっと後ろは3番の増井拓海追い上げて、さあどうでしょうか。1番の新山、ここは譲れない。2コーナーからバックに入ります。6番の高橋真也突っ張りましたが、3番の増井拓海、1番の新山強兵をアウトから抑え込んで、ジャンの3コーナー。さあペース上がる。6番の高橋真也が先行、後ろは1番の新山と3番の増井、 S 派の2人が激しくもつれている。レーサー最終周回、先頭は6番車の高橋真也、後ろは1番の新山が守りきるか、3番の増井が、さあ増井取り切るか。1コーナー先頭は6番車の高橋真也、後ろはまだ決着つかない。2コーナーからバック、さあ内外から1番新山、3番増井、両者がスパートする。1番新座がインコースから、外から4番の佐々木真也の短距離まくり一発、さあ4番の佐々木のまくり一発決まった。追いかける1番新座、そして2番の森田、4コーナーから直線です。短距離まくり一発決まりました。4番車佐々木真也、優勝のゴール。2着は2番の森田優也、5番の森沢太3番手です。
3番の脇本は最後尾どっしり構えている。さあいよいよ勝負どころ、5番の神奈川が足を使って前を切りました。地元両者が前に出て4番の町田が一旦3番手、そこから2コーナーすかさず仕掛けていきました。1番の松浦、そして9番の隅田で追っていく。さあ彼が入りました。飛びつくがどうか。神奈川ここは3番手4番手に一旦車を引いた。どっしり構える深谷が6番手、そして短期7番の酒井を8番手仕掛ける。3番の脇本裕太はどこで行くのか。最終周回の1コーナー、さあ7番酒井のまくりは3番手、そして番手と迫る。逃げる町田の後ろ1番の松浦、車間を切って仕事をする。そして仕掛けられるか、自分の神奈川タイト。車の隅はどうか。3番手最外だ。そして2番の深谷、収まきながらと仕掛ける3番の脇本はいけません。4コーナー回って直線に入りました。4番の町田の後ろ1番松浦で降下、2番深谷智弘だ。2番の藤井が上がって現在中段、難関が内、外は中部、残り2周回赤番です。前は3番の北鶴、前段から3番車北鶴が踏み上げるやや突っ張った。4番山口が2番手、九州勢車間が空いて3番手1番車の佐々木真也、佐々木が3番手から踏み上げる。打掌入って600、9番和田、6番の福田、8番の石毛です。もう一度2番車の藤井が行って5番の山口、中部勢が2、3番手上がった2番車の藤井が叩いて最終周回藤井優吾が行きます。5番の山口離れながら2番手、7番諸橋が3番手だ。切り替えた9番車和田が4番手、6番の福田がいまして3番車北鶴厳しい。逃げる2番の藤井、5番の山口、7番諸橋、外のコースから7番の諸橋めぐむ、さらには6番車地元の福田智也、右手が上がりました。さあ2番の杉森の上昇に合わせて5番の阿部突っ張っていくんでしょうか。残り2周の赤番刑事、さあここは型通り突っ張ります。5番の阿部、2番の杉森なんですが車を引くか。現在3番手のアウトコースから車を引きました。さあ3番の山本は現在7番手、山本は動くかどうか。体型縦一列に変わって金が入って3コーナーです。5番の阿部正弘、しっかりと動きを後ろの動きを見ながらこの辺りからペースアップ。そして中段3番の山本が一気にまくり仕掛け、しかし仕掛けが合っております。5番の阿部正弘、そしてその後ろは1番の大西で3番手は9番の小川、しかし3番の山本も現在2番手のアウトコース、いいスピードでまくってきました。さらには2番の杉森、最後の2コーナーからバック、バンタッシュは1番の大西、外からは2番の杉森をまくり、2番の杉森をまくり、さらには6番の山崎、インコースは9番の小川、1番の大西が粘った。最後は9番の小川直線コース、1番の大西、9番の小川、最後はこの両者並んでくる。王林だ、最後はどっちだ、小川か大西か。さあ誘導員との距離を取り始めた9番寺崎光平です。後ろ攻め3番新山が動きに来る、ここに対応して9番寺崎、踏み合いになりそうですが、さあ9番寺崎、3番新山を出しませんが7番渡辺が一瞬故障の位置を探っていく。しかし3番新山2番手外でとどまりました。狙われた脇本裕太、残り1周半だ。さあ3番新山は3番手外で少しいっぱい気味、7番渡辺幸成は1番故障とまだ絡み続けていますが故障がしのぐ。さあそこを2番郡司剛平、ホームからの発進で4番小原が少し遅れた。寺崎の逃げ、番手はしのいだ。5番脇本内に差し込んでしまっている。2コーナー2番郡司のまくり、乗ったのは1番故障優作、あとは外から8番佐々木幸のまくり、故障が止める。故障が止めながら前に踏みますが乗り越える。8番の佐々木勇気、そして外から6番川端智之も来た。間から4番の小原大輝追い込んでくる。さあ広がったが1番故障優作だ、故障優作ゴール。2着4番小原大輝。
マスギマーク食らいつけばチャンスも出ます。6番の鈴木隆二、5番の犬伏が最高峰、短期の競争です。一発優勝を狙うだけです。犬伏最高峰、上がっていくか。2番のマスギ、現在中段外、内側で9番の新山と並走です。さあ3番手から4番の小林大成上がっていく。ここで4番の小林大成上がった。8番の木暮康義が2番手、馬の2人ですが、2番の増木匠ジャンとともに飛び出した。6番の鈴木隆二が2番手、ピタリとマークだ。あとは4番の小林大成が少し車間相手の3番手、後ろ木暮がいて、3番の故障がマッチ団5番手、後ろは7番の南、大阪の2人中段だ。後ろは9番の新山が7番手まくり、新田がちょっと離れかけんですが、ラストは5番の犬伏最高、粘っている増木。さあ番手は4番の小林大成、外から3番の故障優作がやっぱり来た。直線に入りました。故障先頭、外7番大外5番車、犬伏が来ました。犬伏優也